はい、どうも、ナナサコレモンです。本日紹介すべきはこちら。居住のスコントロールですね。になります。はい。今の環境っていうか、新規のカード配布で追加されたカードに、まあ、巧みな軍略とか、その辺のこういうね、居住の巣みたいな、サポートできるカードっていうのは結構多めに入ってるんですよ。はい。それと、まあ、なかったゴルガリとシミックドジも来たということで、今の環境的に結構戦いやすい部類に入ってくるのかなということで、今回こんな感じで持ってきました。はい。で、居住の巣の完全なメリットっていうのが一つありまして、ある特定デッキに対してめちゃくちゃに強いんですね。はい。それが、ディミエローグですね。はい。ディミエローグ相手に、何が起こると基本的に完封できます。居住の巣さえ置ければね。うん。そのレベルには強いんですよ、デッキがね。なんで、まあ今の環境的にもあって、てるのかなということで、今回持ってきました。はい。で、なんで今まで使ってなかったかっていう話ですね。はい。同じ4コスト帯に、古き神々の束縛が出たんですよ。はい。そのせいでね、居住の巣って置いた次のターンから仕事しないといけないということで、そこは厳しかったかなと思います。はい。まあ一応対処する手段自体あるんですけどね。信憑論争を入れるとか。はい。というわけで、まあ、今の環境的にも、BO1 ならね、根本原理ちょっと少なくなってきた。って言いながら今日めちゃくちゃ当たったんですけど、うん。まあ、アグロには結構強く出れて、かつ、まあ、いろんな動きができて楽しいよということで、はい。まあ、私としてはね、このデッキもちょっと擦りたかった気はするんですが、うん。まあ、環境に合ってなかったね。というわけで、まあ、それはそれとしてすごく楽しくて、アグロには結構勝てるんですよ。アグロにはね。うん。ただ、スルタイ根本原理というか、古き神々の束縛が厳しいですね。僕は別に大丈夫なんですけど。うん。という、まあ、ちょこっと弱点もあるんで、その辺どうなるかっていうのを見ていただけたらなと思います。はい、というわけで。本日このデッキ使ってランクマッチやってきました。勝率はね、デッキちょこちょこいじってたんですけど、いじってこの形になってからの勝率は、だいたい5戦4勝なんで8割なんですけど、続けてったら6割7割に落ち着くかなと思います。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。高校。あ、まあ、高校で除去ハンド自体はキープできるんで、キープですかね。ハンドが強いわけではないんですけど、まあ、リソース補充手段というか、まあ、カード探す手段があって、こっちまであるんで、一応キープはできなくはないんですが、できなくはないだけの手札な気がしなくもないですかね。あ、居住の巣引けた。これはもう完璧ですわ。うろたん。ぽいな。スカイグレーブの影。スカイグレーブの影は別にどうでもいいですかね。まあ、青を置いて、エンドで。まあ、これが緑かな？そうですね。まあ、取り除きか無情な行動でスカイクレープの影をしょれるんで。相手がパワー2以下のカード出してきたら、エリザベスの悪魔合わせる形にしましょうか。魔王の器。リアニっぽいな。憎しみの源霊。取り除きで。この対面ってプラスカウンター乗らないんで。とりあえず憎しみの源霊取っときます。スカイクレームの亡霊、ここでまあ蘇生してきたら、激しい恐怖かなんかでしょってあげましょう。まあトップが土地ならね。まあ基本的に巧みな軍略から動くことになるかなとは思います。今後の動きのためにもね、多分そっちの方が強い。まあ土地がないならそこにいるね、スカイグリーブの亡霊くんもね、一緒に持ってけるんで、ありがたいとこではあるんですけど。足住まい。しかもカウンター乗りやがったわ。まあ、いっか。これ、土地探しに行きます。
あ、影の氷結。いやーでもね、こう影の氷結出ない理由があるんですよね。エンド。激しい恐怖をさっきのタイミングで打ちたかったとこだったんですが、まあ打てなかったんで。場合によっては全投手でいいかな。そうですね。全投手して、消して、まあ、激しい恐怖でまとめてっていうのもありかなとは思います。ブルースマイ出てきましたね。あ、ノコバの方。4点分吹き飛んで、残り7点。結構ギリギリなラインまで行っちゃいますかね。青を置いて、激しい恐怖。なんかよくわからんやつ。まあ、アウフリーです。土地引かれてるとゲーム終わりますかね。そうですね。土地引かれてると負けだと思います。引かれてなければまだワンチャンありますかね。ルーズしか出てこないんで。居住のスプラス、無情な行動で割りかしなんとかなったりするんで。ただ、ランクルが走ってきたりすると無理です。賭けには勝ったっぽいな。とりあえずルールスは縛いときましょう。はい。まあ意味の渇望とか含めて結構なリソースが確保できる。まあ手札交換が結構できるんで、こっからはわりかし楽になるかなと思います。ランクルが飛んできてもギリなんとかなるぐらいかな。うん。とりあえず一旦意味の渇望から入りたいですね。よいしょ。っていうかあれだな、これ。ナンパ戦の探知者から影の氷結までいけますかね。追加ルールです。墓地。渇望から、あ、入っていった。墓地のカード。まず土地は消します。はい。まあ、無情な行動を引いたんで、こっちですね。次のターンランクルが飛んできても大丈夫なんで、こっちでいいかな。相手には多分、ピン除去かな。ここまでがっつり出してこないことを考えると、ピン除去っぽい気はしなくもないですね。通行の点検一発打ってからナンパ戦の探知者で増やす動きになるかなと思います。なんで次のターンは、できれば青土地が欲しいかなぐらいですかね。おっと。ランクル？ワンドローまで行きますかね。行きましたね。あー、これは出していい。出していいです。黒。1。2。3。違う、こっち。4。5。で、エンドかな。カウンターできないんですけど、サメ台風含めて問題ないところまで来たんで、なんかクリーチャー出してくれたら一番嬉しいかなとは思います。普通に殴ってくる分にも問題ないかな。ピン除去がどうと、数個の典型でバウンスできるんで、
これに関しては問題ないかなと思います。アタックステップまで入ったんで。はい。で、ここに対してピン除去打つと、相手に殴れなくなるんで、まあ、ランクで出せなくなるんで、ここはそこでいいかなと思います。魔王の器。死の重み。これはライブラリーで。墓地6枚。ナンパ戦の探知者から崇高な典型持ってきます。エンド。うん。こっからは無限にナンパ戦の探知者が増やせる動きになるかなと思いますね。ギリギリ勝っていけるかなという形かな。うん。無限にドローもできるんでね。無限にっていうかまあ、マナが続く限りですけど。静まりの指声はカウンターしまーす。バウンス。ここでいっか。墓地のカード、無情な行動、意味の渇望、影の表。まあ、エリザベスの悪魔かなにします。はい。ナンパ戦の探知者が吸い付く。この段階で、まあ、減霊は出てきますけど、それ以外が怖くないので。いけたかなと思います。相手の次のね、行動から全部トップ弾いていくだけでいいんで、次からはね、こっちの追放もいらないですし、まあ、こういう動きでよかったかなと思います。うん。ここで対戦で捕まりましたね。よいしょ。1,2,3,4,2,5,9。10まであるなら願いの杖打ってもいいかな。こっち。ああ、まあ、願いのビーム打っちゃっていっか。とりあえず、こいつらは殴ります。はい。持ってくるのはアールンドの典型でいいと思いますね。いや、打てたな。打てましたね。完全に短射で気持ちよくなることしか考えていない。打ってれば勝ってたかな？そうですね、勝ってましたね。完全に気持ちよくなることしか考えていなかった。崇高な典型を使いたい欲が溢れ出てますね。相手は何を出してこようと思う？2回動けないことは分かってるんですよ。ランクルが見えてるんで。なので何が来ようと、弾いて、バウンスして、コピーして、押すれば、勝ちかなと思います。66のなぜか知らんかよ。なぜか知らんけど、トークン出ますか？はい。落ちれないパーマネント、と、クリーチャー。はい。2回。もう全員で殴ればそれだけで勝ちかな。そうですね。はい。はい。じゃあ全員殴って終わりですかね。まあ、
通しきれなかったとしても、ある運動の典型があるんで、特に問題はないかなと思います。計算しないんですよね。でも、上だけで勝ってるよな。そうですね。上だけで勝ってるんで、終わりかなと思います。グッドゲーム、大戦ありがとうございました。はい、大戦よろしくお願いします。ここ、まあ、助教を構えれるハンドなんでキープですかね。するったい。ピンの森が見えてるんで、基本的には、まあ、青木からスタートでいいかなと思います。サイレンっぽいなぁ。多分、サイレンの気がするんですよね。これ、願いの瓶持ってきておきますか。カラスの渓谷。まあ、カラスの渓谷には、対処手段があるんで、今のうち破壊しておきます。変換とかするっていうよりも多分、殴られてカウンターされる方が嫌なんですよ、こっちは。なんで今のうちに取っといた方が楽かなとは思いますね。やっぱ聖域だわ。祭殿か。願いのベイから。これね、しおり持ってきておきます。五色聖域を速攻で消すためですね、俺は。ただ、色土地がちょっと薄めではあるんで、なかなかあれですね。うん。まあ、相手が予想通りの動きをしてくれたんで、取ります。もう一枚あった時はちょっとめんどくさいんですけど。エンド。まあ、もう一枚あったときはね、願いのフェイからアルンドの典型とかで、強引に勝ちに行く形になると思うんで。で、王将、はい。ポンポン原理かな？うん。まあ、デッキ見て、絶望していただいて。このデッキ、ポンポン原理じゃないんで。まあでも、ポンポン原理基本的にね、サイレンデッキって苦手なんで、サイレンデッキ入れるのはありかなと思います。色も結構ね、無理が効くんで。はい。いらないのが影の氷結なんで、こっち切ります。これなぁ。サメハードキャストありっちゃありなんだよなぁ。いやぁ、これ多分、サイクリングの方がいいか。そうですね。ハードキャストしてもそこまで意味がないんで、サイクリングに回しましょうか。なんなら願いのフェイ回収でもいいんですけどね。次の、なんていうか、万物の聖域対策っていうのもあるんで。はい。ゼイゴス。とりあえず殴ります。置いて願いのフェイまでで。エンド。まあ全体ジョケか、ピンジョケかは持ってると思うんで。ほい。無情な行動がいらないです。土地はもうちょっといけるかな？うん。まあ、ここでピンジョケ飛んできても、いいはいいかな。
まあ、いいはいい。はい。まあ、ハンド結構持っていかれたんですけど、まあ、それならそれでいいかなって思うんで、このデッキではね。願いのフェイから、と、逃げとかな。ゲームを終わらせるなら、アジョクですけど。まあ、逃げとかな。いや、スーコマ典型だな。最悪盤面に出されても勝てるようにしたいんで。うん、何パーセント単身も引けましたね。あー、なるほどね。それなら何パーセント単身出します。お力持ってくるのは、巧みな軍略で、使います。あー、居住の巣がある。じゃあ居住の巣持ってきてみましょう。こう、相手5色の聖域控えでも大丈夫です。まあ、墓地のカード追放は別にどうでもいいんですけど。黒黒、まあ青かな。青追加。居住の巣置いて。殴ります。墓地18枚。雨台風まで置いていいですね。そうですね。いいですね。1。2。影の氷結。使わないとこ切っていきましょう。あ、このデッキ使うとなんかプレイ雑になるんだよな。はい。まあ、打点的に先出せっていう話になりますけど。まあ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 。はい。白白。あ、やめて、これ止めとくべきでした。絶対ここ止めとくべきでした。バウンスコピードローなんですけど、まあいっか。うん、完全にプレミしましたね。今の止めとかないとめんどくさいことになってたんで。まあ、見てわかる通りね。トップは墓地。サイクリングします。あ、でも何パーセン引いたな。ただ、こいつサイクリングまた、めんどくせえこと起こしやがったな。黒黒青、ないか。次のターン、願いのフェイ回収します。持ってくるものはどうしようかな。5色の聖域置いてくれるなら楽になりますね。動きが。5色の聖域置いてくれるなら動きは相当楽になってくれるかなと思います。できれば青もう1枚欲しいとは思いますけど。
墓地。青い土地ですけど青じゃないですね。まあとりあえず願いの笛を置きましょう。今のうちに切った方が強いか。はい。こっち2枚あるなら切ってほしいんですよ。ナンパ戦の探知者が生存しやすくなってくれるんで。3枚。1、2、3。いや、土地引かれた時の裏目、あーここ黒がちょっと邪魔してるな。しおりもとっとと打っちゃった方がいいな、これは。そうですね。はい。あれがあると無限にめんどくさいんで、今のうちにしおり打っときます。相手も、結構な量の土地引いてるんで。待ち。巧みな軍略から。まあ、ナンパ戦の探知者で。殴ります。これは勝ったかなと思いますね。1、2、3、4、5。探知者。墓地から崇高な典型持ってきて、まあ、相手が何をしようとっていう形になるかなと思います。むしろ動けば、打点が増えますね。そうですね。グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ、見ていただいたらわかる通りね、居住の巣さえ受ければ強い気なんですよ。ただ、居住の巣に結構依存してるデッキなんですよね。うん。まあ、巧みな軍略と意味の渇望とか合わせて初動からの、まあ、リソース確保っていうか、ハンドのチェンジぐらいは楽にできるデッキではあるんで、しっかりと4ターン目だったり5ターン目に置けると強いです。はい。で、まあ、そのこと考えるとちょっと激しい恐怖じゃないのかなっていう気もしますね。5ターン目にゴマダに居住の巣プラス、墓地3枚追放から絶滅の契機みたいな動きをしたい可能性高いんで、まあ、そうなってくるとちょっと絶滅の契機なのかなっていう気もしますね。はい。そして、このガンなんですけど、サメ台風との相性がすこぶり良くて、はい、サメ台風1マダ設置、追加1マダでもう1枚のサメ台風設置、あ、じゃあ意味の渇望で、みたいなね。そういう、まあ、バグみたいな動きもできたりするんで、はい。まあ、サメ台風との相性がすこぶりいいかなと思います。なんで、入れるときはサメ台風入れたいかな。はい。ただ、根本原理との相性が最悪なので、どうしてもね、無理。根本原理ってか、そもそもね、居住の巣って無色まだしか軽減できないんで、根本原理自分も入れれない。ただ、相手から撃たれると数コマ点形ぐらいしか回数手段がない。ので、まあ、もうちょっとカウンター入れてあげるのが多分一番強いんですけど、今の環境的にカウンターを埋めっていうのは厳しい部類ではあるんで、はい。まあ、その辺どうなっていくかなという形ですかね。はい。というわけで、ちょっとここはね、雑談みたいな話になるんですけど、なんかね、最近ツイッターを話題にしている、MTG つまんない問題みたいなのがあるんですが、まあ、そこにちょっとだけね、私も意見しとこうかなということで、この場を借りて、で、私の場だわ。まあ、私の場なんで、自由にやらせていただきます。というわけで、私としてもね、つまんないっていうことはないと思ってます。環境的には相当、まあ、綺麗な形する対根本原理がいて、アグロがいて、
で、まあ、サイクリングもいたりとか、ディミアローグもいるし、で、まあ、いろんなデッキがいっぱいあるんですよ。うん。いろんなデッキがいっぱいあって、まあ、好きなデッキで戦える環境かなと思います。前みたいにね、ウーコとか、オムナス、みたいな、そういう特徴のデッキ使わないと勝てないみたいな、逆、まあ、そっちのつまんなさじゃなくて、多分、この環境に関してなんだけど、飽きだと思いますね。はい。ヨーリオン型の、まあ、デッキもう、イコリアからずっといますし、アドベンチャーデッキも、エドレインからずっと見てるということで、飽きが来てる方かなっていうのもあります。はい。そして、私がちょくちょくね、デッキ紹介の時とかにも言ってると思うんですけど、どんなデッキでも勝てる。どんなデッキ使っても勝てますよっていう環境って言ってると思います。はい。それって、裏を返すと、どのデッキでも負けるんですよ。はい。サイクリング、明確なガンフリーみたいな対面自体は今の環境薄いので、まあサイクリング使おうが、スルタイコンポン使おうが、まあ赤弾でも白弾でも何使おうが、どんなカードを使おうが、負けるときは負けますし、どのデッキでも勝てるんですよ。はい。その辺がね、一つのデッキしか使えない方っていうのもいると思います。その方にとってはちょっと、あれなのかなっていう気持ちはありますかね。はい。まあ、それはそれとしてね、環境的には多分、すごい健全な環境です。はい。健全ではあるんですけど、まあ、なんていうか、消費し尽くしたかなっていう飽きがあるのかなとは思いますね。はい。まあ、環境ね、複数デッキあると言っても、まあ、しっかり固まっちゃってきてて。で、まあ、私とか含めてね、まあ、私もなんですけど、動画という形でね、結構そういう、面白さの消費速度って言えばいいんですかね。私は加速させてる側ではある自覚はあるので、まあ、そこら辺のこともあるのかなと思います。はい。まあ、だからといって私がやめるとは思わん。やめないとは思わないでほしいけどね。うん。加速させる楽しみもあると思いますし、加速し、消費加速してでも楽しみたいって方もいると思いますしね。うん。まあ他のデジタルゲームだと、まあ、今日本での有名とかだと、どうしたかな。影誕生とかは、まあアディショナルカードの追加とかで、まあその辺対応できてるんですけど、まあそこをね、MTG アリーナの方もヒストリックアンソロジーだったりとか、ヒストリックの方で補ってはいるんですよ。ちゃんとね。ただ、スタンダードしか遊んでない方だと、ちょっと飽きが来るかなっていう思いはあるので、はい。まあ、遊び方の幅増やしてあげたいとかね、いろいろできるとは思うんで、はい。まあ、私はね、MTG つまんないとは思わないです。思わないです。ただ、まあ、環境の速度含めて、ラダーの回数、あとは、まあ、私たちみたいなね、動画投稿者とかのね、あとは Twitter とか、Twitter の情報とかのね、あれで、まあちょっとね、消費速度が速くなったかなっていう印象はあります。なのでちょっと飽きが来るのがあるのかなっていう思いはあるんで。はい。その辺ね、いろいろと折り合いがつけるのはいい、つけれるといいのかなと思います。はい。まあ別にね、MTG アリーナ逃げるわけではないんで。はい。別のゲームちょっとやったりとかね。そういう、飽きたら別のゲームやってるとか、そういうのもいいのかなとは思います。はい。皆さんもね、そういうね、面白いゲームっていうので、まあ絶対飽きることはあると思います。私もね、結構飽きっぽい性格なんでね、よくもまあ、ここまで続けてますわ、という感じがあるんですけど、まあ、飽きはあっても、まあ、いろいろとね、別のゲームやったりとかして、また戻ってきてくれればいいのかなと思います。はい、まあ、私の意見としてはこんなもんかなって感じですね。はい、というわけで、まあ、長々とお話しさせていただきましたが、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは